購入してたんですね。かっこいいな。あ、何これ、やっぱめっちゃいい。これが純正品のものから高回転のものに変えられていると。おー、むちゃくちゃ回りますね。そして止まらない。無抵抗でこう、全然違いますね。スポンジがついてます。いつも WCOXTV をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは誰にでも簡単に車をきれいにできる方法やコツをお伝えしております。ニューウェブ予選ウエストカーナー。はい、ということで今回はですね、車磨き研磨に関する動画なんですが、ポリッシャーのレビューをやっていきたいと思います。さあ行くぞ。ここのところですね、今後ろにあるね RSE の1250超定番モデルですね。僕の動画でこれまで何回も出してきましたし、最近ねもともと使ってた青いモデルがちょっと使えなくなってしまって、赤くなったモデルに買い替えましたという動画何本か上げてます。で、埼玉県のバレットさんを訪問した動画2本ね上げてるんですけど、2本目の最後ですね、バレットさんモデルの RS の1250をちらっと紹介したと思うんですが、それが今こちらにあります。やるじゃないか。実はですね、これバレットさん訪問した際に購入してたんですね、ザワンの社長が。やった。で、今日はねこれちょっとお借りしてきました。まあ使っていいよっていうことなんで、ポリッシャーのレビューの方をしていきたいなと思います。こちらはカスタムのモデルになりますんで、今ね後ろにある標準モデルですね。まあこれベアリングは変えてるんですけど、それ以外はほぼほぼノーマルになるんで、そことの比較みたいなのもねやっていければいいかなと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。あ、ちなみにね、今回購入したのはこの RSE のエボプロってやつですね。はい、普通のエボとエボプロ2種類あります。この辺の違い後で説明はしていきますが、とりあえずね購入したのはエボプロの方だということを覚えておいていただければと思います。よろしくお願いします。じゃあまずね開けていきましょう。こう向きの方がいいか。開けるとですね、まずね取説かな入ってます。ただこれはねカスタム前のモデルなんで純正品ですね。純正品の RS の1250の取説が入ってます。続いてバレットさんが入れていただいている注意点とかね、 RSE エボの紹介のチラシになってますね。面圧当てる角度とかね、強さとか、あとは研磨レンジかなのことについて触れてあります。純正の RSE の1250よりもエボプロの方が研磨レンジ広がりますよということですね。あとは交換部品とかについてもね触れてあります。そしてこれバフがねついてるんですよ。ロングウールですね。これこの間のプレゼント企画でもご提供いただいたバレットさんのロングウールバフ、これが1枚とウレタンですね、ウレタンバフが1枚ずつ入っております。でバフがつくのはエボプロの方だけですね。普通のエボにはバフはつきません。ここまず一つね、エボとエボプロの違いになります。で最後本体ですね。これどうして、すごいなこれ、どうやって本体ですね。かっこいいな。コードもねしっかり長いですね。この長さは5メートルということでこんな感じです。あ、なにこれ、やっぱめっちゃいい。全然違うわ。え、これ何、あ、あれか。ちょっとこれ後で開発していきますか。これは強敵だな。じゃあねちょっと各部ね見ていきましょう。まずねここ RSE エボってことで、こっち京セラね、ここのねラベルというかシールが変わってますね。そして変速はね同じ6段変速です。で回転の速度っていうのも変わらないんですが、まずこれわかりますかね、RSE エボ、これは
エボプロどちらもですね、ブレーキリングがもう取ってあるんで、ここがね、無抵抗でこう回転するんですね。ちなみにこっちはブレーキリング外してないんで、ほら、ただただ痛い、回らないですね。はい、ここがねまず大きな違いかなと思います。あとはベアリング、これが純正品のものから高回転のものに変えられていると。で、このベアリングが交換されているのはエボプロだけです。これがエボとエボプロの2つ目のね違いになります。で、あとこのコードの色ね、これエボプロなんですけど、エボプロは赤になるんですが、エボは黄色のねコードになってます。これがエボとエボプロ3つ目の違いになるんですけど、これはね多分見た目だけのね問題かなと思います。僕は赤が好きですね。で、最後このなんていうんですか、この赤のハウジングの部分、エボの方はね、ここにスポンジの部品というかね、スポンジがついてます。で、これ何のためについてるかっていうと、これがついてることによってこうやってこう上向きにねポリッシャーを立てることができるんですよ。純正の方ってこっちも形は一緒なんですけどね、スポンジがなかったら、ここが若干こう丸みを帯びてるんで、こう見えるかな、こう立たすことができないんですよね。こうやってね置けることのメリットは、パッドの面を上にして置くことができるんで、バフをね汚すことがないんですよね。傾けてね置くことになるんですけど、純正の場合、その場合こうどうしてもバフの端がね地面だったり下に触れてしまうんで、でもこうやってね完全にこうパッド面を離して上に置くことができることによって、バフがね汚れる心配がないということになります。このスポンジはねエボ、エボプロどちらもついてます。で、持った感じは、あー、やっぱこのスポンジのね分若干こう握った感じは違うんですが、これはね慣れの範囲内かなと思います。で、あとやっぱりねこのコードね全然違いますね。色だけじゃなくて太さ、こうしっかりね太く作ってあることによって、冬場とかでも凍結の防止だったり、あとは絶縁のね防止に利用しているということです。あと長さもね純正 2m ですが、こちら 5m あるんでね、かなり使い回しはいいんじゃないかなと思います。このあたりはね実際に使ってみて、改めてねねじれ具合とかね、そのあたりもお伝えしていこうかなと思っております。よろしくお願いします。じゃあ続いて回してみて2つのモデルね比べていきたいなと思います。まずほぼ純正 RS1250、 速度は1でね回していきます。音とかパッドの回転の具合とかをね注意してみていただければと思います。いきます。くらえ。こんな感じですね。すぐ止まりましたね、パッドね。ではエボプロ、こちらも1速度ね、いきます。おお、おお、あ、やばい、これ時間かかるやつや。まだ回ってる、わかるかな。お、止まった。やっぱりねブレーキパッドがない、プラスベアリングも変えてあるんで、むちゃくちゃ回りますね。そして止まらない。ポリッシャーそのものの回転数って同じなはずなんですよ。でもブレーキリングによる抵抗だったり、ベアリングの滑らかさ、ベアリングに関してはこちらもね変えてあるんですが、それによって本来の回転をしているっていうんですか、止まるのにも時間がかかりましたね。で、あと音、シュイーンみたいなね音しましたよね。これブレーキリング普通に外してもこんな音するかな。なんかね、じゃあ続いて
2つ同時に回してみるんで、止まる時間の違いとかもね、見比べていただければと思います。あ、ちょっと待って、こうか、いきます。え、早っ。当てて止めたろうかな。はい、どれぐらい差ありましたかね。はい、わかんないですけど。はい、ということで今回はですね、こちらの僕が初心者の方にいつもおすすめしている京セラの RSE の1250のバレット3モデルである RSE エボの中の上位モデルエボプロのレビューを行いました。まあある程度分かりきってたことなんですが、純正品とはね全然違いますよね。で、今日は開封からね、見た目だったり、あとは音とかね、そういったところのレビューをさせていただいたんですけど、次回の動画では実際に磨いてみて仕上がりのね変化とか作業性の違いとかっていうのをレビューしていきたいなと思います。で、今日紹介したのは RSE エボプロになります。で、 RSE エボっていうモデルもあるんですね。動画の中でもお伝えしたんですけど、エボとエボプロの違いはバフが付属しているかどうか、ベアリング、そしてコードの色ということで、エボプロとエボ値段の差っていうのは7000円弱ね差があります。ただその値段の差っていうのは、まあ、そのバフ2枚の価格と、あとベアリングの価格を足した分ぐらいじゃないかなと思うんですよね。当然若干利益乗ってるとは思うんですが、それぐらいの差しかないんで、バフっていうのは絶対使うもんだと思いますんでね、値段の差、あ、7000円って聞くと若干ね高いな、差があるかなって思われる方もいると思うんですけど、僕はこのエボを買うんであればね、こっちのエボプロを買ってしまう方がいいんじゃないかなというふうに思います。ということで今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。もしこの動画が気に入っていただけましたら、高評価ボタン、やるじゃないか、そしてチャンネル登録、まだの方はぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。 YouTube 以外にもブログや Facebook、Twitter、Instagram、 あと Threads を各 SNS もやっております。家計用品の販売や車磨きのオンラインコンサル、車磨きのマニュアルの販売等も行っております。また同業者様向けのサービスも展開しておりますので、ぜひ概要欄の方から覗いていってみてください。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。 OK。 この赤くなちょっと待って、取れない、ちょっと赤くなる、こうかな、この辺やったかな、まあ、この辺の違いもね、おいおい、この辺の違い後で説明しますが、とりあえずね、まず購入したのはエボというこれこの間のプレゼンのプレゼン慣れれば何ら問題慣れればね、何ら問題ベアリング何やったっけ、あとコードちゃうわ、あってこもるもの。ではまた次の動画でではまた次の動画でではまた次の動画でちょっと待って